したら姉が見せて夫と兄上の間にいたら何回やってもゴロゴロやっても来るんですけど、すぐ次の突撃先は小田君の子供しかしかし静かだけの合戦にて秀吉様に滅ぼされ、私は北陸の地で誇り高く散ったのです。ちょっとあなたのご主人秀吉様のおかげで、もう苦労された大勢の姫たちがいたんですね。はい、私おでんを見ても分かる通り秀吉様は美女に目がありませんでしたので。はぁ、そこのそなた、そなたじゃ。戦国一の美女といえば誰じゃ。